願いします。聞いたよ。え、お前の地元のイオンハプニングバー入ってるらしい。そんなわけないやろ。おい、家族が行くとこにハプバーあるかお前。連れてってよ。お里が知れるやろ。井上と早崎でお風呂と申します。お願いします。ありがとうございます。いきなりなんですけどね、はい、僕も30を超えまして、ね、最近思うのがね、うん、家庭を持ちたいなと思うわけですよ。いいじゃん家庭ね。いいやろ。え、じゃあ40超えたら、うん、家庭を壊したいなとか考えてる。そんなわけないやん。なんで30で作って40で壊すんよ。無邪気か俺は。ワクワクさんだ。は、新時代のワクワク。誰が新時代のワクワクさんやん。作って壊そうって言うかお前。ガワワゴロリで。誰がガワゴロリやん。まあまあまあ、そんなさ砂場感覚でね、うん、家庭を作りたいって言ってるお前に聞きたい。言ってねえわ。まあなんかどういう理想の家庭作りたいなみたいなあんの。あ、そんなのちょっとあるよ。あんの。うん、笑顔を絶やさない家庭ってそんなの思うけどな。あ、笑顔を絶やさない家庭。そう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 。ちょっとやってみます。あ、こわー、でかー、伸びた。花田和田アキ子かお前。お前花田お疲れ様。嫁で旦那、もうちょっと説明してくれよ。おい、おかえり。あ、ただいま。ご飯にする。そうしようか。おい、言ってくれや。そうそう、あたしにするまで一応言ってくれや。お前このタイプは絶対そうしよう。かましろ、誰がこのタイプや。お前そんなことよりも何、あの、高子いるでしょ。高子、あの、うちの不要の。不要のとか言うな。俺たちの娘やろ。ちょちょ、あの、無料で済ましてる。そんな風に言うなってね。無料で済ますって当たり前やろ。だからもうね、学校でちょっかい出されて泣いちゃって。あ、そうな。ひどいこと言われて。何言われたの。お前の母ちゃん、扁平足って。何が嫌なん。扁平足いいやろ別に。なんでバレとん。ほんでお前2枚抜きで。なんや2枚抜き。2枚抜きねえから。なんや2枚抜きって。ひどいでしょ、ちょっかい出されて。あるのよ、その好きな男の子が女の子いじめるとか、そのあるけ、ちょっかいかけるみたいなあるけ。あ、大丈夫よ。だからあなたも私にちょっかいかけてたんだ。は、このちょっかいちょはっかい。誰がちょっかいちょはっかいだよ。俺がいつちょっかいかけながら天竺目指したよ。懐かしい、懐かしい。何や懐かしいって。お前、そんなことより電話が鳴ってます。そんな言わんのよ普通。下手くそが。実の父親とです。言わんて、実の父親とか。もしもし、はい、実の娘です。何やその確認の試合は。実の母親が倒れた。倒れた。はい、わかりました。大丈夫よ。笑顔を絶やさず。気味悪いわ。気味悪すぎるわお前。こういうのでよかったでしょ。お、笑顔を絶やさずってそういうことやないから。もういいよ。どうもありがとうございました。